私は都内に住む26歳独身お羊座佐藤ミケーラワク。さあ朝だ、運命の時間だ。トイレも行ったし、今週は近所の鳥がいなくなったかぐらいささみを食べた。脂肪たち頼むぞ。お前らにはもう私の悪意は伝わっていると思う。恐怖も感じているだろう。そうだ、その通りだ。私の体から立ち抜きをお願いしたい。これから冬だから俺たちがいなくなったら家主が寒さに耐えられないなどと余計なことは考えるな。今は弥生時代じゃない。脂肪たち、お前らがさっさといなくなればこれ以上痛めつけたりはしない。今後一切お風呂で毎日お前らを雑巾絞りしたりもしないし、小顔ローラーでもみ上げたりもしない。頼んだぞ。少しずつでもいい、確実に結果を見せてくれ。こんなに自分の体重を測るとき緊張するやつ人間以外にいるのかな。私が象だったら発狂してるよ。よし頼むぞ。うわぁ、ピピ、うわぁ、なんで1キロ増えてんだ。はあ、もう原理がわからん。原理が、水か水分か、水溜め込んでる私ダム人間、それともダイエットしたいと思った瞬間脂肪たちが固くなに動かないと意識してる。不思議だよな。ダイエットって始めたら永遠に終わらないマラソンなんだよ。走り続けなきゃいけない。止まったその瞬間から太り始めるという恐怖に怯えながらね。ああ朝からヨーグルトなんて食いたくねえよ。菓子パン持ってこい。菓子パン、ギトギトしたなんか中に二重で透明のシールが入ってるベトベトのやつがいい。胸焼けするぐらい食いたい菓子パン。ヨーグルトなんて食べちゃきしねえんだよ。なんだこれ、固形物食わせろ。でも朝ごはん食べないと逆に太るって言うから仕方なく食ってんだよ。逆に太るってなんだよ。ダイエット攻略難しすぎるだろ。白い砂糖は太るからとか言って砂糖もどき食わせたりよ。砂糖体に悪くなさそうな見た目してんじゃねえよ。どう見ても体にいいだろ、あのサラサラな見た目。白いもんは美味しいって前世から決まってんだよ。あー菓子パン食べたい、菓子パン食べたい、菓子パン食べたい、菓子パン食べたい。あーやばいやばいやばい、やばい、遅刻する。はあ、ジャムおじ助けて。糖がなくて力が出ない。あーやめろー。ジョナさん頼む、いちごパフェの上りを掲げるな。季節のフルーツパフェいちご祭りやめろー。筑前煮とかの上りにしてくれ。はあダメだ。あーまただ。いつもは目に入らない星のコーヒーのパンケーキ、期間限定でいちごが乗ってる。やめろダメだ、この道はトラップが多すぎる。マリカのレインボーロードか。少しでも操作を誤ると一気にリバウンドという最下位に転落してしまう。慎重に、華やかな道だが危険だ。まっすぐにゴールだけ見て進むんだ。そう、キラーという名のタクシー使いたい。おはようございます、おはようございます、おはようございます。あー、どうにか誘惑に勝ち会社にたどり着いた。ダイエット終わったら食べたいものリストにジョラさんのイチゴパフェ追加しとこ。あとこの前 TikTok で流れてきた新しくできたカフェのミルフィーユと、あとそれから佐藤ちゃん、あ、はい、これね、この前行ったグアムのお土産よかったら食べて。いや、あ、ありがとうございます。はい、いただきます。あー、チョコだ、何ヶ月ぶりだ。しかもグアムのチョコ絶対にうまいやつ。あー、どうしよう。うー、これを食べたらお昼か夜ご飯から100キロカロリー引かなければならない。うー、でも食べたい、この香り、この見た目、絶対にうまい。くんくん、あー、香りだけでもカロリー摂取できそう。んダメだ、会社は誘惑が多すぎる。無人島に行きたい。いい感じにこけたところで救助してほしい。効果抜群、無人島報告ツアー10人ほどで行くので安心。誘惑は何もなし、あるのはサバイバルだけ。みんなで理想の体になって帰ってきましょうね。ダメだ、今週は頑張っただろうミケーラ。ここで食べたら水の泡だ。先輩には申し訳ないが、このチョコは持ち帰らせてもらう。うおー、この味、この味だ。美味しい、美味しい。うおー、急に脳に糖分が上がっていく。ダメだ、久しぶりにチョコ食べたら止まらないストッパーが。あの先輩、あのここに余ってますけど、あのこれって余りですか。ん、あー、そうそう、これ余りだよ、よかったら食べていいよ。あー、本当ですか。あー、ありがとう、いただきます、ありがとうございます。ダメだ、抑えろ、1日に2個食べるなんて犯罪だ。ダメだ、終わった。なんでこうダイエットってうまくいかないんだ。職場の人たちにあらかじめダイエットしてることを宣言する方法もあるが、何かちょっと食べようとすると、あれダイエットじゃないのとか言われて余計にストレスで食べてしまうという失敗があるから難しい。もうがんじがらめジャージャー麺、給食のやつ一番うまい。はあ、働きすぎた。集中するとこんなにいけるもんなのか。はあ、もうお昼か。よし、お昼は唯一人間っぽいものが食べられる時間だ。夜ご飯は到底人間が食べれるとは思えないようなものを食わなきゃいけないからな。ダイエット中の食事はお昼だけが唯一の楽しみだ。そして行く場所はただ一つ、我らの味方、大戸屋様。佐藤ちゃん、今日お昼一緒に行こう。ぐわっ、まずい。ダイエットで一番の強敵は他者からの誘いだ。実家にいれば母に食えと言われ、友達からは目の前でカロリーをもはや食べているのかと思うくらい何でも食いやがる。職場では先輩に誘われる。みんなでお昼に行くなら絶対にパスタ系か洋食屋だろう。そこはカロリーも書いてねえし、何よりカロリー爆弾しかねえぞ。あかん、ダメだ。しかし先輩の誘いは断れない。行きます。私も爆弾処理させてください。うわー、やっぱり洋食屋だった。
まあでもしょうがない、今週頑張ったからご褒美だ。チートデーだ。チートデーは都合よく設定できる祝日だ。体の有給取得します。とりあえずメニューだ。よし。うわー、すごいカロリーの宝庫だ。脂質と糖の二人三脚か。和風ハンバーグかデミグラスハンバーグが美味しそうに見えるな、うん、ちょっと待てよ、わからなくなってきた。カロリーが低いから私は和風ハンバーグが食べたいのか、それともせっかくだし今しか食べられないからこのカロリー高そうなデミグラスが食べたいのか、自分の気持ちがわからない。ダイエットすると自分が食べたいものがわからなくなる。これがダイソンパラドックス。何を吸引するべきかではなく、何を吸引したいか、それが難しい。そして悲惨なことに、ダイエット中は永遠に吸引力が変わらない、ただ一つの胃になる食欲無限大。みんな決まったよね。じゃあ呼んじゃうね。まあ、まずい、どうしよう。お待たせしました。私カルボナーラで。私キノコのオムライスのセットで。あ、私カツカレーで。私は和風ハンバーグのライスなしで。かしこまりました。佐藤ちゃん小食だね。私はもうダメだ、言うしかない。私ダイエットしてるんです。なんでダイエットなんかしなくていいのに。ガリガリじゃない。違うんだ違うんだ、分かってくれ先輩、違うんだ。分かる分かる、私も言っていたから死ぬほど分かる。確かにこの見た目でヒマラヤの登ったらすぐリタイアしそうな見た目してるけど違うんだよ。足は K-POP とか芸能人のホストさんになりてんだ。もうあれは異次元だ。異次元に到達するためにはこの20顎を連れていくとはできない。それもう太ももですか、何ですかそれみたいな、もうそんな感じ。もう横から見たらもう見えませんみたいな、もう薄すぎて 2D ですかみたいな、そんな感じでもう軸歪んでるみたいな、それぐらいの細さがいいんじゃ。一旦そこまでやらしてくれ。そっからまでちょっと薄すぎたらまた戻すから。ちょっとお待たせしました、和風ハンバーグです。わあ、来たぞ来た、ハンバーグ。何ヶ月ぶりだ。このカロリー何キロカロリーだ。やめろ、計算するな、カロリーのことは考えるな。脂肪たちよ、今日はご褒美だ、ありがたく超えるがよい。あん、うん、まい。はあ、泣けてくる。こんなに味が濃いの食べたの久しぶりだよ。ちゃんと肉だ、大豆の肉じゃない、お肉の味がする。ポン酢でもない、ちゃんと煮込んだソースがかかっている。全然足りない。ダイエット中の胃ってなんでこんなに何でも入るんだ。いくらでも食べられる、無限だよ。 NASA は宇宙のブラックホール探してねえで、身近な女性を見てみろ。みんな一つはブラックホール持ってんだ。ありがたいかは別としてな。はあ、先輩たち美味しそうに食べてる、いいな。何も気にせず食べたい、それ全部ください。今だけカービィになりたい。カービィマジであんなに食べてるのに太らなくていいな。いやでも元からぽっちゃりか。カービィも苦しんでるんだな、ブラックホールのせいで。はあ、やっと帰ってきた。もうダメだ、今日はいろいろ食べすぎた、自分マジバカ。夜ご飯は抜きにしよう、ちゃんと生産しないと。はあ、もうお腹すくからさっさと寝てしまおう。寝ればこっちのもんよ。空腹感という悪魔も寝てるやつには効かない。さて寝るぞ。ぐーぐー、きた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 。お腹が鳴っている。これは勝利の音だ、勝った。これを聞かないと眠れねえ。この音を鳴らしながら脂肪が消えていくかと思うと笑みが溢れるぜ。ダイエット中はこれが子守歌だよ。今日も一日頑張ったね、ちゃんとお腹空いてるよって褒めたたえてくれる声にも聞こえるな。これを聞きながら明日の朝ごはんのことを考えて眠りにつくのが戦士のルーティーンだ。むしろビートに聞こえるぜ。やっぱりダメだ、辛ラーメン食べちゃおう。少しだけ少しだけ、半分だけだ。次の日、まずい、昨日はさすがに食べ過ぎた。チートデーにしてもやりすぎだ、さすがにやばい。タメ口でいいよって言ってきた先輩に早速タメ口使って頭叩いて突っ込むぐらい調子乗りすぎた。もはや体重計に乗る気にもなれない。いやでもダメだ、ちゃんと記録しなくては。体重記録したら痩せるって誰が言ったんだ。ストレスで逆に増えてる気がする。神様頼む、勝利の女神もダイエット中なら微笑んでくれるよね。はぁ、1キロ減ってる。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。